はありそうな感じがします。井上由美子です。昨日新曲のこののすけ半島が発売になりました。今日はあ天気良くなったらいいのになって、あったかかったらいいのになと思いながら昨日の夜寝たんですけど、寒いし雨は降ってるし、そんな中あこうやってわざわざ来てくださったんだなと思うと、だから見なくちゃあるだから見なくちゃあるうれしいなって、なんかなおさら感謝の気持ちも大きくなります。今日も最後まで心を込めて歌わせていただきます。どうぞよろしくお願いします。でも始まる前からなんかものすごく盛り上がってて、もう私これ出てこなくても十分もういいんじゃないかなって。あれ歌ってなかった？誰か中村さん、わしも歌ってた。高橋五条、なんか見た目からは想像できないすごいちゃんとした歌を、うん、いや歌は外れてなかったね。上手だったでしょ。上手上手、バッチリ。バッチリ。広島から、広島から来てくださってます。今日3日目です。と泊まるところももう何も取らずに泊まりで、うわーだけどこうやって新曲発売になるから、あ来てあげようと思って来てくださったんだなと思うとすごく嬉しいなって、歌まで覚えてくださってて、さっき歌ってたでしょ。 A 面と B 面と、いやすごいなって、普段多分プライベートは演歌は聞いてないはずです。演歌聞いてる？聞いてます。